こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、トルペドというフランスのメーカーのウールのキャップをかぶりまして、 SEH ケリーのコットンのジャケット、セントジェームスのボーダーを着て、リーバイスの517を履いたスタイリングになっております。今回は早速そのまま本題に入りたいと思います。今回はですね、ちょっと最近ボンビューの告知ばかりで大変申し訳ないなと思っているんですけども、ちょっといろいろそういったボンビューの準備だったり、その他いろいろ準備があったりして、なかなかこう通常の YouTube が配信できてなかったりするんですが、またちゃんと時間が取れれば撮影したいと思いますので、ぜひご覧いただければと思いますが、今回はですね、また素晴らしいものを仕入れることができました。数ヶ月前からボンビューでたまにこう古着で仕入れていた商品がありまして、それがハンティングワールドのイングランド製のアイテム、マウンテンパーカーというかアウトドアジャケットのようなものを、2、3点今まで仕入れをしていたんですが、で、販売をさせていただいて、いつも好評いただいて売れていたんですけども、ちょっととあるタイミングでケネスフィールドというブランドのディレクターをされている草野さんという方がいらっしゃいまして、草野さんももともとビームスでビームスプラスのバイヤーをされていた方なんですが、ビームスの頃は実はほとんど面識がなくて、ちゃんと話したこともなかったんですけども、一方的に私は知っていたんですが、多分草野さんは僕のことを全然知らなかったと思うんですけども、私が退社をした後にお会いする機会があって、いろいろお話をする機会があったんですけども、そこで草野さんがハンティングワールドの今ウェア部門のディレクターをされているという話を聞きました。実はそのケネスフィールド以外でもハンティングワールドだったり、あとウールリッチもディレクターをされていて、マルチに活躍をされている方なんですけども、そのハンティングワールドをディレクターされているということで、ちょっといろいろお話をしていたところ、ボンビューが古着で仕入れていたものをイングランド製で復活をするというお話を聞きました。それはやりたいと、ぜひ展開したい、新品でいいから展開をしたいと。私自身がそうなんですけども、古いものが決して好きなわけではなくて、こだわってかっこいいもので洋服を着るのが楽しいなと思えるようなものがあれば、新品だろうと古着だろうとオールドだろうと全然仕入れをしたいなっていうふうにいつも思っているんですけども、今回のこのハンティングワールドに関してはまさにそれで、新品で復刻をされるっていうことなんですけども、ちゃんとこうアイテムに素材に背景にこだわった作りになっているということで、ちょっと情報をいただきました。さすがにこれ記憶するのはなかなか難しいなというところで、ちょっと読ませていただきたいと思います。ハンティングワールドのオフロードコレクションというコレクションの中のグローバルエクスプローラーパーカーというモデルです。もともとアーカイブであるモデルなんですけども、ちょっとこうモディファイをして今の時代感だったり着用がしやすいように、機能的にもいいようにっていうように草野さんがアップデートをされたモデルですね。で、このグローバルエクスプローラーパーカーっていうのは80年代初頭に創業者のボブ・リーという方が中国に野生のヤギを視察するために着ていたアイテムだそうで、フロントに3つポケットがあって、あとプラス2箇所ジッパーのポケットがある。で、背面、背中ですね、そこに取り外し可能な、コンパートメント、バッグのようなものがついてぶら下がってる、そこに獲物を入れたりするっていう作りになってるはずなんですけども、そういうアイテムです。で、今回素材はですね、ハリー・スティーブンソンという英国の、ワックスコーティングとかを作られている、いわゆる機能素材とかを使われているファブリックサプライヤーにお願いをして、かなり軽めのワックスコットンを使用しているということです。で、イギリス製ですね、というアイテムです。で、ちょっとこういろいろ今バッとお話をしましたが、そんなことよりも物を見せろと思われると思いますので、ちょっとお見せしたいと思います。そのアイテムがこちらになります。ワックスコットンっていうお話をさせていただいたんですけども、匂いはほぼないですし、いわゆるこうバブアーのような手にオイルが残るみたいなこともほとんどありません。なので、軽ワックスコットンなので、ほとんどそういう、ワックスの嫌な感じっていうのは感じられないんじゃないかなと思います。バブアーとかだとオイルドクロスはちょっと嫌なんだよねって言われる方たくさんいらっしゃるんですけども、このオイルドクロスであれば全然普通のコットンとして使っていただいて問題ないんじゃないかなと
でかつ雨をしっかり弾いてくれるというアイテムですね。でもともとこれ色がブラックとオリーブとこのボルドーの3色展開をされていて、もうパッと見た瞬間にこれはボルドーだなと思いました。まあ、ブラックもオリーブもとてもかっこいいんですけども、やっぱりバーブはお持ちの方もたくさんいらっしゃると思いますし、このチャンネルを見ていただいている方は多いんじゃないかなと思っていて、ただボルドーのアウターってなかなかお持ちじゃないと思うんです。ただボルドーってどうなの、着やすいのって思われる方も当然いらっしゃると思うんですけども、このボルドーですね、めちゃくちゃいいんですよね。なんかこうイギリスっぽいボルドーを使われていて、これ選ばれた草野さん天才だなと思いました。ちょっとこうやられたなっていうぐらいさすがだなって思いましたね。これめちゃくちゃかっこいい、もう本当に一目惚れをして仕入れをさせていただきました。でちなみにこの仕入れをしたっていう話をしてるんですけども、このアイテム自体はハンティングワイドの直営店とボンビューだけです。なのでそれ以外のお店では基本購入ができませんし、かつ、ハンティングワールドさんでももうほぼ在庫がないということでしたので、今回ボンビューで仕入れたのもかなり希少な、もう本当に数点だけっていうか各サイズ1点のみという仕入れになっておりますので、ぜひ気になった方お早めにお願いします。どうですか、こうジップのポケット2つ、スナップボタンのポケットで、背面がこれですね、このバッグがついている。まあこれはもちろん取り外して着ていただいてももちろんいいんですけども、取り外して着るとこの上の D 缶だけが残るような形になりますので、基本的にはもうつけたまま着ていただいてもいいんじゃないかなと思います。であとは背中にゲームポケットのジップが入っていますね。で内側はこうとてもクラシックなタータンチェックで、中にこう紐がついておりまして、これ要は暑かったり動きづらい時にこう脱いだ時にこう背負えるような紐がついた仕様になってます。まあこういうアイテムを今回仕入れをしました。で実はですね、これもう本当に申し訳ないお話なんですけども、サイズが M、L、XL なんですが、在庫がもう本当に少ないということで各1点ずつの仕入れになっております。ボンビューで各1点ずつで、 M サイズ私でちょうどいいぐらいなんですけども、もう本当に欲しいんですが、今回はちょっと一旦お客様優先で、当たり前なんですけどお客様優先で販売をさせていただきたいと思います。でお値段がですね、まあハンティングワールド素晴らしいブランドなんで、やっぱり値段が高いんです。すいません高いって言っちゃいました。18万プラス税になります。ですがこれまあこの画面上でどれぐらい伝わるか分かんないんですけど、18万出してもいいなと思えるクオリティだと思っております。本当にかっこいいですので、ぜひちょっと見に来ていただければなと思います。ちょっといつお店出しできるかっていうのが、ちょっとデリバリーのこの他のサイズのデリバリーの関係上いつになるかっていうのが分からないので、3点3サイズ揃ったタイミングでボンビューのインスタグラムストーリーで配信しますので、明日入荷しますみたいな感じで、なのでぜひちょっとチェックしていただいて、そのストーリーが流れた翌日にぜひご来店いただければなと。ちょっと草野さんに聞いてみないと分かんないですけども、来年以降また同じものをやるかどうかっていうのはまあ今のところ未定だと思いますし、今回限りなんじゃないかなって個人的には思っております。で実はその仕入れをした時にオフロードコレクションの他のモデルも見させていただいたんですが、結構かっこいいのがいっぱいありまして、今後も少しずつですけども仕入れが別のモデルだったりできればなと思っていたり、あとはまあ先ほども言いましたがこれ色違いでブラックとオリーブがあるんですけども、まあこれの売れ行き次第ですけども、そのあたりの色も紹介できてもいいのかなみたいなことも考えていたりしておりますが、ぜひ皆様にご紹介したいなと思って今回は撮影をしました。ちょっと最後に着てみたいと思います。見えますかね、これで私で L サイズを着ております。こんな感じです。 L だとちょっと私だと大きいんですけども、 M でちょうどいい、ちょうどいいっていうのは中にこうジャケットとかなんだったら軽いアウター、まあインナーダウンだったりツイードのジャケットだったり着ても全然こうストレスがない M サイズで、そういうバランスになりますので、 M でまあ170センチぐらいの方でちょうどいいバランスになるんじゃないかなと思っております。もともとこれを知ったきっかけっていうのは古着なんですけども、まあ、古着よりも当然クオリティは高いですし、あとはやっぱりこう動きやすさだったり機能面みたいなところもアップデートされたアイテムになっておりますので、
ぜひ皆様ちょっと注目をしていただいて、入荷したらボンビューに見に来ていただければと思います。多分このボルドーっていう色はハンティングワイドの直営店でも今もうほとんど残ってないということだったので、あのボルドーを見ていただけるのはこのボンビューだけだと思いますので、ぜひ注目していただければと思います。はい、それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。